はいどうも皆さん、ドラゴン TK です。じゃあね、今回もテイルズ・オブ・ウェルスレイヤーっていきましょう。よし、じゃあ次はこっちだね。あれだね、ここにもなんかあった。メロン、メロン組できんじゃね。こっちはね、確かね、これは TL コイン。あー、 TL コイン別にいらないですね。まあね、いらないんやけどねっていう。それね、ちょっと待てよ、一旦こっち側で進めていきますかね。ならばマグロ、うん、ルリモ姉さんの手がかりはさっぱりだな。あんたが受け取った手紙っていつの話？さって、去年じゃったか10年前じゃったか。10年前やろ。どっち？ふざけ続けるならサメの餌にするぞ。五章じゃ、せめてクラーケンのおやつにしておくれ。おい、せめてなんなら私が食らって。あいつは引き継ぎはすべて済ませておきました。着任と同時にあなたの指揮で皆が動けるように。助かります。でも姉上の手際と比べられて僕の至らなさが皆に知られてしまいそうだ。バカなことを。あなたには特別な力と素質がある。特別な。パラミデスへの派遣もアルトリウス様の期待があればこそです。かっこいい、ミシン。臆せずいつものあなたでいればよいのです。自分の力を信じて。はい、しっかり務めます、姉上。なんか固めって言うと、とあるパラミデスへの派遣、この島ゲームのアニメの、うん、パートナーを思い出すね。もう行かないと。道中お気をつけて。あ、そうそう、ハリアのゴーマには注意してください。思いのほか手強く、手負いのものも出ています。ハリアのゴーマ、心得ました。俺たちがやりに行く系かな、それは。それから生水は飲まないように。姉上、過保護やの。おせっかいすぎますね。分かっているのですが、どうしても。一人になったところを襲って、こいつ殺されたな。派手に暴れてるゴーマがいるみたいだな。事実なら利用できるかも。まあな。それにしても奇遇じゃの。わしらがここに来たタイミングでオスカー参上とは。まあな。私を疑うのはわかります。でも証拠があるのですか？証拠はない。でも大魔師のあんたは清涼の断りとつながってる。そうね、そこね、うん、わしらには仲間のつながりがないかな。おーい。それ言ったらおしまいやぞ。エレノアは告げ口なんてしてないよ。どうかの、うん、お風呂に入る時も監視しとるのか。お風呂の時は僕外にいるからわからないけど、その間に清涼とこそこそ話をするくらいはできるというわけじゃろ。死ぬまで従う約束だったわね。その通りです。が、キワナがバチバチ知ってるよって。清涼が喜ぶだけだぞ。厄介なゴーマと裏切り者が一度に片付く。揉めてる間にクリモ姉さんが暴れてるゴーマに襲われるかも。それはないと思うよ。確かに、もう少し町の人に話を聞くのが先決ね。せやね。で、あといろいろ回収しながら回って、なんかそのゴーマのとこ行きますか。ならば、船帰還したよって。あ、器とプライバシー問題。実際のところどうなの？え？精霊と器の関係、意識や感覚の共有みたいなものはあるの？あ、う
体の中に入ってる時にはエレノアが見たり聞いたりしたことはわかるよ。でも気持ちや考えてることまではわからない。箱に入っても箱の気持ちはわからないでしょ。まあな。そういう感じか。ならできるだけエレノアを一人にする時間は作りたくないわね。そうやね。一緒にお風呂に入るのは嫌だよ。もう出れちゃって。あんたも年頃の男の子だもんね。お風呂はビエンフ。あいつは違う。あたしかマギルーが何とかするとして、あんたとエレノアの間でどんな線引きしてるの？寝るときは？寝る前に話をすることはあるけど、ベッドで隣に寝たりはしないよ。エレノアの体の中に入ってる方がエレノアが起きた時にも気づきやすいし。夜中に起き出したことがあったの？うん、今のところはないよ。それにすごくよく寝てる。ベルベットたちと一緒にいるときは顔が怖いけど、寝てるときはもっと優しい顔っていうか、無防備ってことや。髪も下ろしてるし、うん、なんか可愛いって思った。へえ、ああいうのが好みなんだ。あっああやな。それはそれ、監視は監視。でも年上の女には気をつけなさい。うん、え、お前が言うか。テレサとオスカーって仲のいい兄弟なんだね。訓練生時代から二人を知っていますが、喧嘩しているのは一度も見たことがありません。ベルベットは弟と喧嘩しなかった？そうね。叱ったりすると弟が拗ねて口を聞かなくなったりしたけど、それも可愛かった。おい、可愛い？意地を張ってやるな。背伸びして大人びたことを言っても気づくと私の後をついてきてて、まるで子犬じゃの。子犬じゃの。犬の方がよっぽど言うことを聞いてくれるわ。でもやっぱり放っておけなくて、弟って不思議な生き物なのよ。なるほどね。ドクロも可愛いのかな。え？え？自分を切り殺そうとしてる弟なんて可愛いわけないでしょ。そうやな。でもしぐれは楽しそうだったよ。そういう問題、時々理解の外へ飛んでいくわね。そうやな。そうかな。弟か。お主兄弟姉妹は？一人っ子です。ならばちょうど良いではないか。この際某を弟にすればよかろうて。ああああ、それは極端な話ですが、ライフセットと話していて弟がいたらこんな感じかなと思うことはありますよ。僕がエレノアの弟。おい。ライフセット、そんなザレ言本気にしないで。精霊を道具として扱うタイマ氏があんたを弟みたいに思うはずがないでしょ。それはそれで極端な、うん、道具扱いの件に関してはすでに考え方を改めています。だからこそ弟を感じるのです。本当ですよ。うん。お、信じちゃダメよ、こんな上辺の言葉。うわ、自分の言うことを押し付けているあなたの方がよほど道具扱いしているように思いますけど。うわ、火花が混じっている。おーおー、弟をめぐって二人の姉の対決じゃ。某の好みはフィッチ、ウィッチ、フィッチ。うん。お兄さんがいいよ。それな、うん、ろくろらへんいいんちゃう。うん、わかりやすいしな。わかりやすいし。あ、こっち行ったかも。ちょっと、え、あれ、どう行くん。あ、こっちから行けんのか。え、あ、違うわ。え、わかってない。あ、こっちか。あーは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 ー、なるほど。あ、下、あ、下なのか。お、なんか発見。未公の液体で、あ、ここか。サウスガンドの人たちはね、もともとは水の聖主アメノチ様を信仰していたの。南の島々の生活は海とは切っても切れない関係にあるでしょ。豊漁の感謝をする時も、うん、安全の祈願もみんな雨の地様にお祈りを捧げたの。今もその信仰は続いてる。いや、それ違うか。清涼の神様は可能主だろ。ほとんどの人は清涼の言う通りにしてるんだけど、奥地にあるハリア村だけは事情が違ってね。その村だけは今でも雨の地様を信仰してて、
清涼とはちょっと揉めたりしてるの。ゴーマを退治してくださるのはありがたいんだけど、信じる神様まで決める必要はあるのかしらね。ないと思うよ。あるんだろうさ、清涼にとっての断りってのがな。人はそれぞれ信仰する宗教が違ってもいいと思います。じゃないけどな、うん、ただそれで、うん、争い事になるのは良くないけどね、うん、それぞれがそれぞれを信仰して何があるんやっていう、ね、それはありますね、はっきり言って。で、あ、こっち何もなかった何もなかったって、何もなかったってっていうな。あれ、なんか、あ、アイテム取っとるな取っとるな、オッケーオッケー、ならば行こう、今日でちょっと噛んだるかな。まあ行こう、こっち側よね。こいつか。この人形、ビエン風に似てる。坊や、気に入ったのかい。これは聖主アメノチ様の人形だよ。え、聖主アメノチ様、晴れがこんな状態。いや、これじゃ間違いない。違う俺はアメノチ様を見たんだ。威厳たっぷりで大層お怒りのようだったよ。見た、怒ってたってなんで。清涼はサウスガンド領で盛んだったアメノチ信仰を禁止したんだよ。それでアメノチ様はへそを曲げちまったんだろうな。あ、そういうこと。話しかけてみたんだが、何を言ってもあっそしか言わないんだ。え、それそれって、いやいやいや、そのやる気のない神様はこの人形の姿をしておったのじゃな。おお、ほぼほぼな。ほぼほぼなって、なんという奇遇じゃ。その気だるい神様こそグリモ姉さんじゃ。グリモ、グリモはないのかよ。人間じゃないのかよ。人間は一言も言っておらぬ。いやいやよ、どこで見た。この先のマクレル浜だけど。ほう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 。神様に誘われておるとはますます姉さんらしい。え、姉さん、え、海へ急ぐぞ。はい、はい、はーって、はーって。なんで先にグリモワールが精霊だって言わないの。そうそう、危機管理じゃよ。どこでスパイが聞き耳を立てておるかわからんでな。まあな、まあなって、ちょっと、まあちょっと見ていきましょう。ピーチーグメイ、5個でいいダークボトル、うん、2個ほど買っとこう5個で、うん、あと持ってないやつをちょいちょい買っておこう。1個でいいな、うん。アウフィードガー、アウフィードリボン、バッグ、そしてベスト。よし、今度やるって。ああ、まだあった。チャームウェイスト、アウフィー、でフロールブーツね、これはいっぱいある、いらんうん、あ、買えない、買えないよっていうね、うん、アンフィーブーツ1個でいいか。どっちがいいかな、こっちの方が安そう。うん、でポイズンチャーム、これいらん、所持しとる。ベストも1個にしとくか、買われへんしね、どっちみちあと1個なんかいらんやつねえか。アンフィスピア、ちょっと、マジで、まあここら辺まあいいか。あとちょっと、うん、売れるもん売ったら売っていきましょう。ちょっと待って、お、ソジガルド増えた。よし、これで買えるもん買っていこうスピア、いけない、おほう、おほうやろ、ほんまちょっと待って、もう待ってよ、それやね。まあ、異国の探検こんなにいらんでしょう。てか異国の探検いらんやろ逆に、それな、うん。ポイズンチャーム、いや、持ってないやつはこいつや、アンフィラガー、オッケー、お、ランク上昇。ま、おなんかすんごい、なんかウキウキちゃうわ。あれ何やったっけ、名前忘れたおるねんけど、と、鳥がびっくりやわ、あれ。
これな、ちょっと今びっくりした。あ、飛んでいけへんし。飛べや。こいつ飛ばれへんの？あいつ。あの鳥さ、鳥やのに飛ばれへんってなんかバカじゃない？よし、取っていこう。96個か今。ちょうでよ。ああ、ムール貝。おお、ムール貝ね。ちょっと待って。ここでここ、こっち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 。うん？何これ、なんか意味わからん。じゃあこれな、こいつな。じゃあ先に進んでいきますかね。うん、これびっくりマーク回収する場所がようわからんで、わからないんでね。まあそれはしちゃあないかなっていう。お、なんかある。ああ、ミニゲームね。ミニゲーム、ミニゲームはいいわ。ちょっとあれ聞きたいな。ちょっとほんまに見逃すのは一番嫌。から行けるんや、あれ。あ、あそこに、あ、ちょっと待って、ちょいと待てよ。うん、見つけたよ今。あ、なんか新しいものが発見したよ。夢見にしみたいな。お、ノフボトル、ありがてお、こんなとこにまた TL コインかい。多分ここら辺で聞けるはず。はず。あ、あ、わからんかったこれ。大人になるって何なんだろうな。さあ。若者の永遠の悩みってやつだな。この島で毎年行われる成人の儀式って聞いたことあるかい？確かバナナやパレンジをぶつけ合う派手な祭りだよな。そう。でも。バナナやパレンジはずいぶん昔の話だよ。年月を重ねるうちに投げるものが変わってね。人ってのはより派手に過激にって求めるだろう。怖っ。スイカを丸ごと投げ合うようになったら。スイカって結構重いぞ。スイカが当たったら結構痛いよね。せやね。でもスイカはまだマシだったよ。最近はヤシの実を投げ合うようになってさ。いや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 。そうなんだよ。岩を投げ合ってるようなものさ。そのせいで毎年大人になれないやつもいてさ。それってつまり、まだだまだだと思ってたけどさ、俺もとうとうその儀式に出なきゃならない。うわー、かわいそうに。どう考えても危なすぎるだろう。せやんか。そんなことが大人になることなのか。いや違う。危険を克服することで大人だと認めるような古来の慣習を受け継いでいる人間は確かにいる。ああ、ま、そうな。そういう古臭い連中がいるんだよ。古臭い連中。最近の若い奴らは軟弱だとか言っちゃってさ。人たちの時はバナナとかスイカだったくせに。しかもスイカには切れ目入れてたって言うし。ヤシの実に切れ目を入れてもあまり効果はなさそうですよね。そうやな。だからここで黄昏れてたってわけか。黄昏れるもするわな。嫌なら儀式なんてやめればいいでしょ。でもそうもいかないんだよ。周りのノリとか付き合いもあるし。ノリかよ。そういうのをやめる判断ができるのが本当の大人じゃないの。そうそう、まったくその通りだよな。俺も大人になるよ。加減もせずに悪ノリしてるのがガキだって話でしょ。おっしゃる通りで。おっしゃる通りで。おっしゃる通りでっていうね。うん。まあじゃあ今回はクルグラニシオにしましょうかね。次回あの先ね行ってグリモワールかをね見つけに行きたいと思います。じゃあねご視聴ありがとうございました。一応ねチャンネル登録とツイッターアカウントね。一応ドラゴンチーム系で活動中ですので、もしよろしければねフォローお願いします。一応概要欄にツイッターの
リンク貼っておりますんで、もしよければね、そちらからポチッと飛んで、うん、フォローしていただけると幸いです。ではさらば。